吉沢ラジオ。おいーす、8時だ吉田、全員集合。8時になりました。時間は誰が何と言おうと今8時ぴったりです。皆さんこんばんは。こんばんは、吉里谷秀介です。なんだそれ。はい、今日は僕一人じゃできないのでアシスタントです。はい、はい、アシスタントの渡辺清美です、うん、あれ、中本清美子です。なんだそれ。もういいや。というわけで8時だ吉田全員集合の時間がやってまいりました。皆さん、はい、今日のメッセージ、時間もないですからどんどん行きましょうね。はい、今日のメッセージはこちら、はい、お引越しなんです。これなんでお引越しかというと、はい、今日からこの吉田ラジオで曜日が変更になってね、8時だ吉田全員集合は金曜日となりました。第1第3金曜日の午後8時からです。はい、そして第2第4が万平さんの番組になるわけだね。はい、はい、なので皆さん金曜の夜8時は花金の、ね、日だと思っていただいて、みんなアクセスしてくださいね。はい、というわけで皆さんから募集する今日のメッセージのテーマは引っ越しにまつわるお話です。ほう、はい、どんなエピソード、いろんなエピソードあると思うんですよ。はい、引っ越しね。はい、渡辺さん引っ越ししたことありますか？引っ越しいっぱいありますよ。あります。何かこうエピソードありますか？エピソードは、大学の状況に合わせて、引っ越しをしたら、1週間で泥棒が入ったとか。ちょっと笑えないね。そんなことがあるんだ。そうなんですよ。それ前の人が鍵持ってたんじゃないですか、そのまんま。新築アパートなんですよ。新築で、はい、なんか盗まれたんですか？盗まれましたよ。まだ1週間だから思い出は盗まれないよね。思い出はないですね。何に盗まれました？ですね、任天堂 DS あれのみ。それは子供ですね。学生だから、何もないんですよ。子供が盗んだか、金目のものがそれしかなかったか。それしかなかった。なかった。アパートの 何部屋も入られてたんです、一気に。あ、そうなんだ。そうなんです。帰ったら警察がいました。あら、DS だけでよかったね。そうですね。はい。加藤くんは引っ越ししたことないもんね。ないっすね。ないよね。はい。ずっと住んでます、はい、大山に、心優しい若い女性の皆様、加藤くんと一緒に引っ越しをしていただける方いらっしゃいますか？はい、そうですね。いたら、はいはい、新しい引っ越しのエピソードができるんじゃないですか？そうですね、はい、皆様引っ越しにまつわるエピソードお待ちしております。ぜひお願いします。はい、じゃあ、はい、そのエピソードを皆さんからお待ちいただいている最中にですね、はいはい、まずこの番組はどこが提供してるかっていうのをお話ししなきゃいけないので、はいはい、加藤くん、メンターンテコナンバリに提供を読んでもらえますか？はい、メンターンテ誰でもいいよ、もう提供を読んでください。ゾンビランドサガ、辰巳幸太郎さんでお願いします。はいはい、もう頑張ります。はい、この番組は株式会社アロプロモートの提供でお送りいたします。うまいよ、うまい、上手でございます。ありがとうございます。はい、はい、というわけでまず1曲目いこうか。突っ張りハイスクールロックンロールで、おー、どうぞどうぞ。いってきます。今日も元気に土管を決めたらヨーランセオプレゼント、イエス。駅に着いたら乾杯にちゃんと何のくれ愛とまじや
よ。人にはそれぞれあった道ってもんなんだよ。もっと優しく大きな愛で日和の僕を包んでほしいな。なんだかくあそこ豆をできたよ。出したぞ釣り込んだ。あれ距離じゃない。電車に乗ったら便所に駆け込み一駅だけのハッピーサイン。昭和のつっぱりくんたちはみんな懐かしい思いで聞いてたと思うんですが、はい、ね、あ、そう、まさにそんな感じだよ。こんなんですよね。こんなになってね、うん、こうツイストなんかでやってたよ、ね、リーゼントでこんなになって、うん、もうみんなリーゼントでしたね。へえー、はい、まあ、よき時代です。はい。はい、ということで早速、前半戦のコーナー行ってみたいと思います。はい。前半戦のコーナーは。はい、じゃじゃん、吉皿丼。吉皿丼、はい、これ前回ね、吉皿丼、はい、ドレミファ丼やるよと、はい、いうことで早速頑張って準備しましたよ。はい、はい、吉皿丼イントロ丼だね。最初吉皿丼のサムネ作ってって言われた時に、うん、そうね、今日ね、渡辺さん吉皿丼作ってって、はい、うん、それもうそば粉だと思った。はい、吉皿し丼ありますからね。うん、あるからね。吉皿し丼何かやるのかと思いましたよ。うん、急にお腹減ったんかと思った。吉皿し丼うまいっすよ。うまいです、うまいです。うん、ねえ、はい、加藤くん最近吉皿丼出てますか？たまに出ます。ああ、じゃあもっとアピールしないとダメだね。ご飯は結構出ますけど。美味しいからね。そうですね。そこにね、温泉卵なんか入れたら最高ですから。おお。本当にマジで。ああ、ダメだ。話がそれちゃう。ね。はい、というわけで皆さん、はいはい、電話でチャレンジということで来てますか、加藤くん。電話チャレンジャーは。はい、来てます。ちょっとください。はい、はい、ルールの説明をいたします。はい、はい、次のページに行ってください。はい、はい、1問正解につき10万ポイント進呈ということになります。で5問全部で5問を出しますから、5問連続正解したら、100万ポイントになります。2倍になります。はい、なので皆さん100万ポイント目指して頑張ってください、はい、ね、今我こそはっていう方いたら電話番号をね、うんうん、チャットで送っちゃダメですよ。みんなにバレちゃうからね、このフォームで送ってくださいね。フォームで、はい、そうすれば僕たちにしか届かないからね。そうですね、はい、で私がね、僕がね、ここからかけますから、はい、携帯から、はい、じゃあ早速行ってみようか。はい、はい、じゃあ誰とは言わないので、誰でしょう。はい、電話をかけてみたいと思います。はい。出ない。この通話は留守番です。あら、
おでんにならない、夜勤明けで寝てたらごめんというのをね事前にいただいてたんですよ寝てたね、これ完全に寝てますね、寝てましたか。メッセージを読みたいと思います。はい、カウチョさん改めてオイス、はい、大将さんもオイス、いろはの M さんもオイス、はい、トヤキムさん、はい、今現在引っ越し年1回ペース。おー、そうなんだ。大手企業はね、大変ですね。引っ越しするたびに偉くなっていきますから。おお、今の時代もそうなのかな。3段階、2段階、偉くなってる。どんどんね、なんていうの、部署というか、はい、変わるたびに昇進していくっていうね。おー、はい、つくもずらこさん、SP 清美です。SP 清美です。はい、SP 清美ですよ。逆に名乗られてしまいました。はい、瞑想中さん、吉ざらし丼。サムネ音符が可愛い。そうなんです、ちゃんと吉原氏になってんですよこれね5分で作ったんだよね。 TTP ですからね。 TTP で、はいはい、徹底的にパクっております。そうな、オマージュと呼んでくださいオマージュと、カウンチョさんがね、はい、優しくオマージュですよと言ってくれてるわけですから、はい、はい、そうですよ。つくもずらこさん、渡辺さんのエピソード強すぎま負けただって、はい、実はですからね。そう、本当にあの頃は、ね、あの頃は本当だな歌いたくなっちゃって、ニューダルマさんこんばん は、大丈夫ですか体、ねえ、お気をつけください、はい、もう肉体労働大変ですから、本当にちょっとずつちょっとずつあんま無理せずに、はいはい、人のこと言えないけどね僕もね、はい、無理しないでくださいね皆さん。はい、はい、加藤くんがようやく終わったようでございます。はい、あ、おシュウシュウさんがこんばんは、電話すみません、今起きました、わかりました、じゃあもう一回電話しましょう。もしもし、こちら亀有公園前派出所ですはい、わかる、シュウシュウさんわかりますよその反応、その懐かしいですねそれ。はい、どうしていいか、よくやられてた。どうしていいかわかんないね。よくやられてましたね。僕はね会社でね年中やってたんですよこれ。会社で、はい、会社に電話、みんなねスタッフがどういう反応するかっていつも困ってました、はい、すごい懐かしい。反応に困るよね。はいってなります。でも初めて言われました。あ、本当じゃあ、あのね5問全部で5問、はい、渡辺さんがね、はい、ランダムで選曲しますから、はい、曲は2秒間流れます。はい、イントロですよね。イントロを2秒聴いていただいて、はい、曲名か、まあ、はい、まあ伝わればいいです。はい、全部完璧に答えなくていいので、はい、はい、じゃあ渡辺さんいいですか。はい、1曲目、はい、2秒ですからね。すごい、これちょっと難しかったかな。いきなりむずいの来ましたね。むずいの来ちゃいましたね。でももう5問ですから、もう1回、もう1回。これね、僕も分かんないよ、これ。これちょっとやめます。ちょっと。難易度変えましょうか。うん、違うの、もうちょっと優しいのお願いしますよ。ね、厳しすぎました。もう誰でも分かるぞってやつ。ここら辺いけるかな、ここら辺。はい、じゃあ、お願いしますね。いいですか、はい、じゃあ、仕切り直しましょう。はい。お願いします。いきますよ。どうでしょうか。皆さんも。何ですか全然分かんないですよ。本当もう一回、はいはい、もう一回、はい、分からない。あら、皆さん分かったかな。分かったら難しいですか。まあ寝起きだしね、寝起きだし。じゃあ答えを流してください。バンズで会いに来て会いに中、はい、ここ聞けばわかるよね。ああ、そうですね、うん、はい、残念残念です。はい、じゃあ次、まあまあしょうがないね。ちょっと出題、じゃあこれ1問目で終わりです、ね、1問目、はい、いや、まだもう大丈夫ですよ。もう1問いきましょうよ。はい、はい、もう寝てたから大丈夫。じゃあ、寝てたからこれなかったことに寝起きに優しいやつに行きましょう。今日はね、今日は時を戻してあげるから大丈夫、
はい、音大丈夫ですかね。音大きすぎたりしませんでした。聞こえましたか、ちゃんと。大丈夫。はい、聞こえてますよ。よかったよかった、はいね、はい、雪の大将さん分かってたね。みんな結構分かってるね。さすが館運長さんも分かってた。うん、じゃあもう完全にサービスタイムでいきますよ、うん、シュシュさん、はい、いきますね。すみません、麺5玉食べたから。そう、優しい感じでいきます、うん、はい、じゃあいきますよ。いや、まだお腹いっぱいですよはい、参ります。優しい、これ優しすぎだね。優しい、わかりました。もう一回お願いします。もう一回ちょっと確認で、はい、わかりましたか。 あれですよね、フレンズですよね。あ、違います。あ、違うか、曲名か。ピンポーン、はい、おめでとうございます。これね、レベッカ大好きだったんですよね。そう、レベッカのフレンズでした、うん、はい、ね、昭和の音がみんなレベッカじゃなくておべっか使ってましたから面白かったです。面白かった、はい、よかった。はい、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、これで10万吉嵐ゲットです。はい、吉嵐じゃない、10万ポイント。はい、はい、じゃあ次お願いします。次いきますか。はい、はい、いきます。はい、おお、いいですね。お、分かる分かる、分かりましたか。これはもう18番ですよね。おお、なんすかすごい、これチューブの夏休みです。おお、じゃあ次3問目。3問目、はい、もうどれがね優しくてどれが優しくないか、私には本当はこれ 5問目なんだけどね。3問目、3問目、よし。あ、そうですね、はい、お願いします。あんまりね、うん、あんまり優しいのばっかりいくと厳しいのばっかり残っちゃいますよねまあまあいいですか。いいよ、じゃあこれいきます。適当に、はい、はい、どうぞこれなんすか、なんかの BGM ですか僕はわかりますよ、この曲大好きでしたから。もう一回いきます。お願いします。おっとおっと、おっと、さあ、うんうん、お答えください。全然わかんないです、すいませんはい、答えを流してください。はい、これはね、僕がねカラオケで歌った曲です、よく。かつて、はい、ありがとうございます。いというわけで、シューシューさんは20万ポイントゲットです。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあシューシューさん、読めなかったです。もうあのしょうがないね、ね、ここは、はい、あのラーメン5玉分をパワーに変えて、はい、お絵かきの方、君構想画伯などの方で、はい、今日は奥様、お子様も参加でお願いしますね。おうおうおう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいませんでした。はい、失礼します。どうも。はい、ということでございました。はい。ね、はい。まあ初めてだったんで、ね、うん、うん、こんな感じですが。はい。じゃあ皆さんに対して一番最初にコメントしてくれた方に50万ポイントあげちゃおうかな、はい、おー、チャットで一番最初だよ、一番最初に答えた人、はい、正解した人ね、みんないいかな、ね、みんなに質問、みんなにお題です、はい、一番最初に当てた人が勝ちと。なので渡辺さん、なんか一曲選んで流してください。今から、今から、なるほど、はい、すごい、一曲目工藤静香ってうらうらうらさんすげえってますね。おお、すげえな、すごいですね、すごいすごい、恋一夜
でしたね。はい。じゃあ浦浦浦さんすげえな、曲いっぱい知ってる。さすがですね。さすが。音楽番組やられてるだけあります。うん、難易度どれぐらいがいいですか。いやもちろん最初ですから、もうサービス問題でいいと思いますよ。 OK です、 OK です。はい、時間的にいけたらもう一問ぐらいいっちゃうから。これでもほら、あの、うん、会長さん、うん、長さん、はいはい、選んでください。私難易度がね、あのちょっと、じゃあね、はい、言っちゃダメですよ曲名。おうはい、いいですか、僕が選んじゃって。言ってほしいですね。じゃあこれでお願いします。わかりました。じゃあ こちらいきますね。めっちゃサービス問題ですよ。お、はい、ちょっとボリュームが。ではいきます、はい、いきます。吉皿ドン。意外とこれ難しいねさあ皆さん何でしょうか。もう一回一応流しておいてください。もう一回いきます。はいはい、何でしょうかね。さあさあさあ、はい、結構皆さんあれですね、答えてますね、はい、しっかりと、はい、ゴーバンズ、会いに来て、うん、I love you って、うん、はい、みんな、フレンズ、フレンズ、引っ越しの時は自分でエアコン移動してましたマジっすか。そんな人いるんですか。すガスの回収とかもこれ知識ないとできないですよ、エアコンって。すごいですね。すげえなー。はい、みんな当たってますね。おー、すごいすごい。おおお、シューシューさん、ブーブーすごいブーブーですねシューシューさん。さあどうでしょうか皆さん。もう一回、あ、カウンチョさん、ランバダ。もう一回、もう一回流しましょうか。もう一回いきます、うん、はい。お、シューシューさん、ごめんよ涙、正解。シューシューさん、ちょっとはい、そうなんですよ、近かったんですよ。抱きしめてトゥナイトではなくてごめんよ涙でした。はい、はい、どうぞ。この曲も大好きだったんですよ。これ確かね、先生役のドラマ、はい、なんだっけ。泣き虫先生ですか。いや違う、これあの田原俊彦さんが先生やってて、はい、野村さんが先生の後輩で、はい、先輩ってもう私からすると先輩って言われると、うん、朝倉って言いたくなっちゃいます。あ、そっちになっちゃうね、朝倉の方ね、はい、もうね、田原俊彦さんこのドラマやってる時僕はねめちゃくちゃ大好きでした。いい先生で一緒に涙してましたよ。ごめんよ涙、うん、あ、本当ごめんよ涙、ごめんよ涙ですね、ごめんよ涙って感じでしたはい、ありがとうございます。はい、ではシューシューさんには50万吉田氏を、はい、あ、ポイントをプレゼント。シューシューさんも答えちゃダメにしようもうダメね、もう一問いこうか。わかりました、もう一問いこう。はい、じゃあもう一問。どの辺ですか。あ、いいんじゃないですか、行きましょうよ。よし、じゃあこれサービス問題です。サービス問題、はい、いきます。吉皿ドン。これはもう、これはもう、もう早い者勝ちですよ。加藤君も分かっちゃったよね今ねえ。はい、めっちゃ早いですよ。たくさんエントリーいただいたんですが、今日は時間の都合でですね、はい、この1曲で終わりになりますね。お、次回は、はい、このエントリーしてくれた方が OK だったら事前に加藤くん電話連絡をしておいて、はい、優先で出てもらいましょうかね。そうですね、はい、事前に、はい、ね、その日のあれで、はい、毎週一人の方でいいかな、毎回。うん、でみんなでこうやって早い者勝ちで答えるっていうのもありかもしれないんでね。ああ、なるほど。お、出た、一番最初、はい、うわー、2人来ちゃったな。有機の大将さんと、はい、関羽長さんでトンボトンボ。わー、おー、同じ時間ですね。もうこれは両方にあげちゃおうか。はい、ね、サービス旺盛ですから僕は、はい、はい、2人とも50万ポイントゲット、はい、イエーイ、はい、いい歌だね。いい歌ですね、うん、もう僕がね、ママダ八幡宮に
行った時にですね、はいはい、トンボがね帽子の上に止まったんですよ。でそのトンボがずっと僕から離れないんですよ。これ絶対なんかねパワーがあるんですよ、あれ。本当にあのトンボはね、多分もしかすると僕の お父さんかお母さんかご先祖様ですよ。秀樹元気かって。そうですか。うん、そう、コツコツ頑張れよって。そうですか。うん、アスファルトに刻むように人生を刻んでいくんだぞって。寄り添ってましたからね、うん、時には足を踏み外し足を引っ張られ、ね、はい、崖から落ちそうになることもあるけれども、はい、そんな時にはこうやって神社に行って、ね、お墓に行って心を清めてまた頑張るんだぞと、はあ、そういうメッセージが込められた。お墓はお寺ですよね、はい、そうです、そう、お寺だったり ね神社だったり、要は神様と神様に近い場所に行くんですよ。そっか、僕何かあると必ず神様に近いところ行くんですよ。そういうメッセージがあったんですね、うん、もう絶対そんな悪いこと起きないですから人生ね。はい、いい話ですね。ねえ、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。おおおおお復活しちゃった、ごめんなさい。おびっくりした、びっくりした。では、次のコーナーに行きたいと思います。はい、じゃあコーナー出してください、はい、君こそ画伯だ。パチ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 。はい、お題は今週のお題を出してください。ドンドン、ペンギンさんです。はいはい、皆さんペンギンさんを書いて送ってください。というわけでペンギンさんを書いていただいている間に、はい、2曲目を紹介したいと思います。はい、はい、これも僕の大好きな曲でね。お、はい、これはね、歌は歌詞が大事か曲がメロディーが大事かって言って、はい、もうこの辺ね、この90年代っていうのは結構こんな感じだったんですよ、うん、だけどメロディーだって言い張って、はい、メロディー先に作ってから歌詞つけるっていう、うんうんうん、これプリプリのね、はいはい、ダイヤモンドって曲なんですけど、はい、すごくいい曲です、はい、みんな知ってるかな、ね、なので皆さん聞いたことあります。はい、加藤くん、ダイヤモンド、はい、どうぞ。
ウェブを使って売上や集客の結果を出すには、プランを練ってから実践することが一番の近道。1500社を超えるクライアントのサポート実績を持つ吉田秀樹氏が実践をもとに綴った新刊、ウェブマーケティングはプランが9割。今だからこそじっくりとウェブマーケティングを学んでみませんか。お近くの書店または吉田秀樹オフィシャルショップ、アマゾン、楽天ブックスにて絶賛販売中です。吉田レディオ。はい、プリンセスプリンセスで、はい、ダイヤモンドでした。はい、はい、皆さんいかがですか。ペンギン書き終わりましたか。ペンギン難しいですね。僕はもうペンギンって言ったらね、はい、もう卵書いて目書いて、はい、口書いて終わりでいいかなと思って、はい、僕はもう速攻で書きました。鳥の中では簡単かもしれないですけどね、うん、もうとにかく 手と足があれば大丈夫だよ。柄が思い出せないです。柄はねリーゼントだよ、はい、リーゼントリーゼント、うん、ということで僕はねこんな感じです。おー、もう見せちゃうんですね。じゃじゃーん。はーい。じゃじゃーん。これを基本に、基本に考えていただければ、まあ大体僕よりはうまいと思うんでみんな。やっぱり絵本向きですね。はい。大将さんが僕と同等かな。楽しみ。はい。ね、大将さん送ってくださいよ。辞退しちゃダメよ。はい、ね。また真顔のペンギンが来るんですかね。うん、はい、楽しみです ねもっと可愛らしく描きたかったんですけど、はい、やっぱりこれが僕の限界ですよ。いやいや、でも会長のペンギンとか動物は本当、はい、うん、絵本で世界観作りたいぐらい。 あれでしょ、まつげが可愛いでしょ。可愛いです。まつげが、まつげも可愛いですけど、うんうん、全体的に線がシンプルでいいですよね。はい、ありがとうございます。ずらこさんからメッセージ来てますね。はい、はい、メールいただいてます。はい、あ、どうも、思いついたまま書いてるのでご了承ください。今引っ越ししました。何をって、右にあった CD、 隣にあった右の CD の左の CD に積み重ねました。終わり。あ、一応引っ越しだよ。これ一応引っ越しだな。うん、すごいやっつけ感満載の引っ越しですね。 このメールはあの画像をいただいてまして、あ、本当にあの、うん、実際移動した部屋の上の写真が添付されてまして。掃除やれよ、掃除してくれ。頼みよ。ちょっと待って、 CD ラックとかそういう次元でもないんですね。もう積んであるだけじゃないですか。積んだ CD を右から左へ。あ、これ加藤君共感できるだろう。もうそうですね、仲間かも。ごちゃって感じですね、うん、もうこんな感じ。加藤君家ではこうでいいから会社はやめろって言ってんだよね。そうですね、本当に家はね、はい、別にね、いやもう何でもいいよ、はい、全然 OK です、はいはい、何にも自由にやっていただいて、ね、皆さんはいかがですか。本当にね、はい、はい、さあ、じゃあまだ来ないから、はい、渡辺さんが書いたの見せてあげて、はいはい、ちょっと頭でっかちですけど、うん、これお、かわいいじゃないですか。これ、ね、あの、これはめちゃくちゃ、はい、私最近ですね、うん、あの Amazon プライムで見た、うん、宇宙から見た地球っていう、はい、宇宙の衛星と地球の、うん、カメラをですね、うん、連携技で作った、うん、あのドキュメンタリー動物番組みたいなのがあって、あ、言ってたじゃん。はい、そこに出てきたペンギンさんなんですけど、動物を追いかけるっていうやつ。そうです、そうです、うんうん、宇宙の衛星から捉えて、衛星から捉えてね、はい、この動物って決めたら、この地上のカメラがその動物を追うんですよ、うんうんうん、で恐ろしい、はい、あの宇宙からしか見えない謎に迫るみたいなものなんですけど、うんうん、ペンギンの赤ちゃんって、うん、お母さんのお腹の下にいて、うん、はいはい、お母さんの足の上に自分の足乗っけて、うん、歩くんですよ。マジで可愛くないですかっていう絵です。これは竹馬のように。そうです、竹馬のように。すげえな。体温があれだったかな、まだ毛が薄いから。なんかそれ考え、お母さんの毛があったかいから。なんかペンギンって自分を身を守るために、はい、弱いペンギンを犠牲にするとかっていうのを聞いたことあるんだよ。突き落として。それペンギンでした。うん、皇帝ペンギン確か。そうなんですか。うん、すげえ非常なんですよ。そうなんだ。かわいい格好しやがって、はい、うん、お前弱そうだなっつってポーンっつってで食われちゃうんですよ。そうなんですか。そうで、こう生き残る、そんな一面もあるんですね。自分が生き残るためには、
うん、弱いものをどんどん犠牲にし、はい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 、これもねもう子孫を繁栄するためのそうです、ね、寒い中で生き延びないといけないですから そんなことを僕は聞いたことがあります。へ、はい、テレビでやってたんで真相は分かりませんけどね。はいはい、おじゃあつくもずらこさんからいきましょうかね。10秒で描きました、はい、なんだよこれ10秒で描きましたという。でもずらこさん早いもんね。ずらこさん早い、しかも、うん、これきっとまたあれじゃないですか。僕もあれですよ、1分かかってないですよ。もうちょっと競争しちゃおうかしら。競争、うん、どんなペンギンにしたの。ずらこさんのペンギンはどんなんですか。ね、皇帝ペンギン、ペンギン、やっぱり色付きだ、すごい。いやいいねずらこさん、画伯だね。もうね、なんだろうこの世界観、僕は好きなんですよ。この眉毛の右と左のこの目の大きさの違いというか、うんうん、これもアートですよね。いやもうピカソだよこれね、ずらこピカソ。耳ないしペンギン。本当ね、猫じゃん。うん、すごい。これ10秒でパパって書いて色までつけちゃうってすごくないですか。そうそう、色つけるのすごいです、ね、すごい、はい、ずらこさん、はい、でもこれ何ですかって先に言われたら絶対 100% ペンギンって答えられる自信ない。これ確かに、これはね、逆クイズしたいですね。逆クイズ、これなんだって、はい、僕は トンボになりたかった羊、はい、なんだそれ。なんで、なんで寒くて、はい、鼻が出ちゃった、はい、パンダ。パンダ。いやそれにしたっておかしい。おかしいか、耳が。はい、じゃあありがとうございます。なんだろうな、ね、なんだい。なんだ、バカモンに出てくる、はい、うなぎ犬的なパンダ。パンダもういいや。もうずらこ世界わからない、はい、分かろうとしちゃいけません。そうだよ、もうこれはペンギンです。はい、ペンギンです。はい、ずらこが吐くのペンギンです、うん、はい、そしてシューシューさん、はい、東京音頭踊ってますというペンギンがいるそうですよ。本当、はい、ペンギンが東京音頭踊ってんの。多分ホワイトボードか何かに書いていただいたんですかね、うん、多分ですけど、いつもとちょっとテイストが違う感じの。へー、見たいんですけど。多分もう出ると思います。タイムラグがあるからね、うん、非常に。はー、これあった、それからどうしたって。それ違うか。これ東京音頭なんですか。もう全然わかりません。ジャイアンツですか。つば九郎って書いてある。つば九郎ペンギンじゃなくないですか。なんかつばって言ってますよ。の。これは今んとこ50万ポイントいないな。みんな参加賞だなこれは。シュシュさん、シュシュさん、奥さんの絵お願いしますよ。そうですよ、奥さんとお子様、お子様の絵、今日は奥さんいないのかな、お出かけですか。シューシューさん寝ぼけてるからこれね、寝起きで描いたから、うん、でもあのペンギンかどうかは置いといて絵は上手ですよね、うん、上手だね、ねえ、うん、もうほら大将さんなんかもう全然出てこないもん、はい、大将さん待ってますよ。もういいよって、待ってます、いいよって感じだよね。大将動物園作りたいですね、うん、作りたい。大将さんの動物も結構味がありますよね。もうずらこさんとね、うん、ちょっと競争してもらいたいわ。ずらこさんに怒られちゃう。はい、怒られちゃう。怒られちゃう。でもあれですよ、四時代吉田が八時代吉田と合併した時には、はい、また新たなね、お絵描き企画やりますよ。おお。どんどん。これとは別にですか。そう、トランプかカルタか、はい、絶対作りたい。おお。うん、その亡くなっていた企画が、うん、そう、復活させたい、するんですね、はい、ありゃー、なんか任天堂の花札のあのちょっと厚紙の硬い感じの、はい、ああいう感じのカード作りたい。へー、それかあの昔のメンコって知ってる。メンコ知ってますよ。あのメンコ作りたい、昔ながらの。
はい、ひずさんから来ました。おひずさん来た、はいはい、メッセージは、うん、ペンギンすみませんということです。謝ってんの？それか、絵が下手ですいませんってこと？どういうことなんでしょうね。うん、どっちなんでしょうか。どっちなんですか？はい。ねえ。お願いします。はい。もう時間も、時間も9時過ぎてる。まだ僕の体内時計では20時50分ぐらいですね、今ね。早いですね。ちょうど、はい、終わる頃です。はい。すごいな、これはもう。親父ギャグできました。ペン、銀。これ新しいあれかな、8時だよした全員集合の新ルール作っていいですか。はい。奪われんの。ポイント。おー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 、いいですね。うん。奪っちゃいましょう、もうこれは。ちょっと奪いたくなるよね。奪いたくなっちゃうでしょ。会長。うん。わかります？わかりますか？今すごい動いたくなる気持ちが。ちょっと待って、今ちょっと待って、はい、ブーメランじゃん。ブーメランですよ。ブーメランだよ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒズさん、本当ありがとうございます。もうブーメランだってことに気づかせたんですね。ようやく分かっていただけました。ヒズさん、ありがとうございます。もうね、ああ、もう気づいたから、これあげちゃう。50万あげちゃう。逆にあげちゃうよ。感謝のね。うん、奪おうかと思ったけど。次から奪いましょうか。じゃあ次から本当にこういうつまんないこと言ったらね、はい、これはもう新たなね、ありがたい気づきをいただいたんで。本当だね、はい、これは差し上げましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい。続いて、迷子のさん、はい、こんばんは。ペンギン描いたのですが、なんかちょっと寂しいようなパーツが足りないような絵になってしまいました。さあ、どんな絵なんですか。何が足りないんだろう。愛が足りないの。愛フルペンギン、はい、皇帝ペンギンっていくらなの。これは分かる人には分かるかな。分かる人には分かりますね。うん、はい。あ、来ましたよ。何が足りないんだろう。上手じゃないですか。いや、何か足んないわな、本当に。何が足りない。何が足りないんだこれ。上手だと思いますけどね。うん、何が足りない？足りない？うん、まあ答え合わせしてみよっか。うん、はい、ペンギンの答え合わせです。大丈夫ですか、加藤さんも。何がいい？うん、どうぞ。まだ何通か来てるんですけど、うん、答え出しますか一回。あ、一回出しましょう。もう来てるから。わかりました。はい、はい、答え。ポン。かわいい。上手。かわいいですね。これペンギン何が足りないって言われてもみんな足りてるもんね。うん、ちゃんと手があってね。え、うん、上手だよ。うん、はい、こっちのペンギン上手だね。かわいい。これどっちかっていうと僕テイスト。あ、確かに、うん、この柄が描きたかったんですけど、出てこなくて。ペンギンってこうなってんだ。そうですよね。へえ。コウペンちゃんとかもこっち系じゃないですかね。そっか。こっちのペンギンまで描けたらすごいね。うん、うん、はい、どんどん加藤さん一気に出してってください。あれだよ、私見せちゃおうか、スマホでカメラに。こっちでも受信してるんだけども、はい、あと来た人なんですか。ペンギン、もう時間もあれなんで、雪の大将さん、あ、上手じゃないですか。おお、もう加藤君これ出せるようだったらボンと出しちゃって、みんな。あ、じゃあメールだけ読んでっちゃうんで、うん、画像お願いします。どんどん出しちゃってください。雪の大将さん、ペンギンですと言って、お、書いてくれたんです ね。もう僕たちは見ました。上手だと思いますよ。上手上手、はい、上手。そしていろはの M さん、もう上手すぎ。ふむむペンギン、ふむペンギン採用。ムムニャがうまく書けませんでした。いや、上手だって。ちょっとミミズクっぽい。もうあれだね、いろはの M さんはさ、ふうにゃ縛りでやってもらうね、全部。そうですね、うん、全部ふうにゃむむにゃ縛りで。いや、かわいいかわいい。ちょっとムッとしてるペンギン。そう、いいな、かわいいですね。このペンギン最高ですよ。はい、つくもずらこさん、ペンギン2。あ、それいい。あ、ドンペンちゃんじゃないですか。ドンキじゃん。ねえ、まあでも人のこと言えないね。上手でも。情熱かっこいいって。言えない。言ってるぐらいですからね。本当言えない。もう50万あげちゃう、ずらこさんにも。ずらこさん50万。いや、これ上手上手。上手ですね。めちゃくちゃ。うん。さあ、次回は、はい、11月の何日になるんだ、はい、第3金曜日。
はい、第3金曜日なので11月15日金曜日の午後8時からの放送なんですけど、はい、来週はねもう、吉皿丼だけにします。おお、はい、じゃあいっぱい挑戦できますか。もう吉皿丼をもう1時間バッチリやりますんで、皆さん、もう準備しておいてください、はい、ね、いろいろ夏メロとか、はい、ね、僕が好きそうなのは夏メロでしょ、はい、それ僕が好きそうなのは夏メロとアニメ、はい、アニメね、もうこの2つを押さえておいていただければ、はい、全問正解も夢じゃない。お、確かに予習するにはそのあたりを押さえておけば、うん、予習しておいてくださいね皆さん、はい、はい、というわけで皆さん、はい、1時間どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、吉田ラジオ放送局の中では今ちょうど8時50分になりました。そうですね、はい、皆さんお別れの時間ですよ、はい、はいね、次回も参加お願いいたします。はい、では皆さんまた次回お会いしましょう、はい、ピンプンプンプンボボンボボンボンボンボボンボボンボンボン、歯磨けよ、ボボンボボンボンボン、宿題やれよ、ボボンボボンボンボン、また来週、ボボボボンボン。